さあ、専門的な世界へようこそ来ました。はい、こちらのドラゴンのなんと、ボーイング B52 なんですよ。爆撃機なんですよ、これ。あのね、これって200分の1やねんな、これ。あれ ?200 分の1って、長谷川やったら、あの、ジャンボジェットとかが200分の1やねん。長谷川200分の1、ジャンボジェット。確かそうやね、200分の1やってん。でね、これと同じものであったのが、あの、タミヤの、あの、子供向けプラモデルやな。あの、ちょっと名前忘れてんけど、100分の1。タミヤで100分の1が出てんねん、これ。あの、この爆撃機 B52 出てて、確かね、普通の飛行機が100分の1で、普通の飛行機が100分の1でね、100円。その後200円になって、で、再販で500円。で、さらに980円になった後、また500円になってんねん、またな。100円やった飛行機が100分の1やった時に、100分の1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 ってやった後、ドカーンってでかい箱で出たんが、この B52 ぐらいの爆撃機、戦術爆撃機、アメリカのね。で、あれが2900円ぐらいだったと思うね。確か、ちょっとここに今ないからやんけど、正確なの言われんけど、あれがね、100分の1やねん。めっちゃでかいねん。んで、おそらく再販はかかってないんじゃないのかな。小鹿かね、ギリギリ小鹿じゃなかっても、バーコードがつく前ぐらいまであったと思うねん。で、その後、あの、100分の1の小さいやつだけは再販かかってんねんけど、あの、でかいのがなかってんけど、今日行ったら店に、これ、200分の1、あったのよ、これ。んで、これがまたね、安いねん。これが。これ1200円やってん。これドラゴンで、1988年でドラゴンっていうことは、長谷川とドラゴンが仲良かった時やな。輸入して入れてんねん、これ。200分の1。この200分の1って聞いたら、長谷川やったらジャンボジェットやん。うち、今ここの人があるやつだったら、ニット科学もないけど、ニット科学の200分の1、やっぱりあれ200分の1やねん。ニット科学の200分の1の、あの、ジャンボジェットやん。今もないけど、ジャンボジェット、ボーイング787やったかなぐらいの、あの、ジャンボジェットが、あの、ニット科学で200分の1や。めっちゃでかいねん。3000何ぼしてんの、それでも。これなんもなん。見たらびっくりした。1200円って書いてあるの。嘘やんって言って。で、ここが多分基準になったと思うねんな、これ。ドラゴンのここ。1200円になった理由。ここ。キットナンバー2001の1200って書いてあるやん。うん。多分これ見て、多分1200円になったと思う、ね、多分。販売価格が。安すぎるとか言って。店で。安すぎるってって。ドラゴンやな。ドラゴンであることと、200分の1考えたら、これ1200円なわけないやんとか言って。1200円なわけ。で、店の店員さんもな、言われて、え、そうなんですかとかって言うから、いやもうええよええよって、1200円やったら僕買っていくからって言って、1200円で買ってきました、これ。はい。これ。ボーイング B52 ストラトフォートレスはアメリカ戦略空軍の高高度戦略爆撃機として開発され、1955年1月の部隊配備から30年以上も主翼機の座を占めていますって書いてあって、このね、アメリカのこの戦略爆撃機っていうのは知ってる？もし世界で核戦争が起きるときには、
核ミサイルが飛んでくるアメリカにねっていうのが、もし連絡が入ったら、このアメリカにあるこの、戦略爆撃機だけは何よりも先に飛んでいくんやで。何よりも先に飛んでいくんやこれ。あ、これテレビでやっとったん、テレビっていうか YouTube でこういう戦争のチャンネルやってるところでやっとったもん、特集は。一番先に飛んでいくんで、核ミサイルが着弾するまでに飛び立っていくんで、全部飛んでいって、どこ行くのんて、核ミサイル飛ばしてきたところに核ミサイル落としに行くねん、これで。すごい発想点やなと思った、これ。なあ、これ。すごいで。全長 48.03 メートル。幅が全幅 56.39。高さ 12.40。最高速度 958キロ。なあ。こんなん飛んできたら大変やで、日本に。これ、まあ僕多分作ることはないねんけどな、これ。作ることは多分ないわって言いながら、一応買ってきました、これ。200分の1なんで。もしやで、もしやったら、長谷川のあれやな、ジャンボジェットとか、長谷川の飛行機のプラモデルやな。飛行機、航空機のプラモデルと並べるためにっていうの、那覇空港とか行ったらありそうなシチュエーションやもんな、これ。那覇。沖縄の那覇空港行ったら、民間の飛行場はこっちにあって、こっちにアメリカ空軍の基地があんねんな、あれ。みたいな、これ。明らかにこれ悪いけどこれ、撃った人が誰かおんねんけど、買い取り多分300円ぐらいで、1200円でバイカやったら。300円のバイカ。買い取り300円やん。1200円ぐらいで売っとったら。これ。まあまあ古いけどな。88年って言ったら。あ。これ。これはね、このね、この B52 は、欲しいっていう人がおったら、これ、相談乗りますよ。相談に。1200円やから。1200円これ。税込みやで、しかも。今税込み表記やから、1200円ってこれ。1200円ったら買うよ、みたいな。これ。はい。まあ、1個しかないけどね、ここに。僕はね、タミヤの方持って、タミヤのね、タミヤの方の、この戦略爆撃機の方をたくさん持ってんねん。うん。ひたすら買い続けてるから、10セットは多分あると思うわ、多分。うん。みたいなところですか。